どうも、ジャムスゲームス 4MGC TV マルベリーでございます。本日はアクションを作ろう、ピコミコメーカープラス、ピコミコっつったね、ピコピコメーカープラスでございます。ホットマンさんが、動画をピコピコメーカープラス、こちらね、実況していたやつから挑戦状が届いております。ちょっとツイッターの画面見てみましょう。はい、こちらホットマンのねツイッターの画面でございます。アクション作ろうピコピコメーカープレイするっていうやつを、まあ、まずクリックをしますと。そうするとこんな感じで、まあ、画面ピコピコメーカーのねウェブ画面に行きます。で、ピコピコメーカーダウンロードしてない方は、まあ、ダウンロードしてからの方がいいのかな。私する前にこの画面見ちゃったんで、まあ、この真ん中にある ID をコピーしてピコピコメーカーの方に行きますと。で、探すをクリックして、画面真ん中にねちょっとちっちゃいんですけど ID 貼り付けっていうのがあるんですよね。でこれを貼り付けるとゲームデータを取得しましたと。で、これですね、見つけたゲームっていうのがこれなのかな。ちょっとね、全くホットマンさんのあの動画ね、まずプレイっていうか遊ぶってやつは見たんですけど、それ以降はね全くまだ見てない状態でプレイしたいと思いますんで、さあどうでしょうね、ホットマンさん、どんな難しい、ステージを作ったかやってみましょう。プレイ。はい、なんだこれ。まずジャンプ、あ、ジャンプは長押しで変わる。いきなりなんか爆弾あるなこれ。はあ、はあはあははあ、これ爆弾のとこ行ったら死んじゃうわけだ。だからジャンプして次のところもジャンプ、うん、で死なないね。ジャンプしてこれが行った後にジャンプで、ここでまたジャンプ。うっ、操作がむずいぞこれ系のゲーム。操作がねほんと鍵ですよね。あ、いいね。おお、あ、何この幽霊、ムカつくんですけど。ってことはこれが上行った時行かないといけないか。むずいな。これが上行ったここ、マジで。ってことはあれ、2段目に飛び越える系、2段目に飛び越える系。ほわー、いた。ほわー、どういうことだ、どこまで行けばいいんだこれ。はい、ほわー、あれ、あ、操作なんだこれ。ゲームオーバー、戻る。プレイ。はいはい、あ、お、倒せたと。はい、あれ、上に当たんのかよ。お、なんかいけたぞ、なんかいけたぞ。ああ、いけそうだこれ。ホットマン挑戦状、あれ、これむずいんですけど。操作、ジャンプを先、あーあーあー、ちげえ、嘘、いきなり来るんかい。先に移動ジャンプ、こいつだ、この黄色、あ、やばい、あ、爆発したよ、爆発したよ。もう一度プレイ。あー、爆発する。うーら、ウェーン。大したことありませんね、ホットマンさん。何回目ですか ?7 回ぐらいでクリアしちゃいましたよ、うん。もっと難しいゲームを作ってね、もっと難しい面を作ってね、マルベリーに挑戦してきてください。マルベリー、こんなんじゃ全然、グーの音も出ません。うん、使い方間違ってる。はい、ということで、今回、ピコピコメーカー、もう一回戻ってみましょうか。タイトル、はい。アクション作ろう、ピコピコメーカープラスというのをですね、ホットマンさんが実況したやつを挑戦状いただいてね、マルベリーがプレイしてみました。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今後ね、こっちが逆に作ってホットマンさんにね、挑戦とかね、あるかもしれません。うん、ということで、皆さん、お楽しみ、したっけでございます。